バウムシュタムは、ドイツ、ノルトベストファーレーン州にあるビッテン初のロックバンドで、ある。バウムシュタムとも呼ばれる。このバンドは、1972年にガード・ストラック、ウルリヒ・クローター、マイケル・ラブ・ウーンとマイケル・ウィルカによって結成された。1974年に、ドルトムント人のボルカー・ーオッベが、マイケル・ウィルカに代わって、ベーシストとして加わった。しかし、 1977年に解散、2004年に再結成する。ウルリヒ・クラー・ウィターズの息子である、エイドリアン・クローターが、マイケル・ラブに代わって、メンバーの一員として加わる。バオームシュタムは1972年にガード・ストラック、ウルリヒ・クローター、マイケル・ラブそしてマイケル・ウィルカによって結成された。その1年目、このバンドは、ドイツ各地で演奏し、また、 大コンサートホールや野外コンサート場でも演奏した。二つのヘビーファズギターの音声はドイツのロック音楽の歴史の指針としてその記憶に残っている。1975年 LP としてオンツアーがリリースされた。この LP は今日でもファンの中では熱狂的なステータスを持ち1枚あたり最大400ユーロで売買されるほどである。曲は現在でも アメリカ等の様々なラジオ局で放送されている。しかし、1977年、ドイツの蓄音機のレコード契約に関する意見が一致しなくなったため解散に追い込まれた。1977年から2004年までの間、5人のメンバーはお互い会う機会がなかったが、音楽に対する気持ちは変わっていなかった。2004年の初め、バオムシュタムは、 かつてのレコードオンツアーを再リリースする形で再結成した。マイケル・ラブに代わり若きギタリストキーボーディストとしてエイドリアン・クローターが新しく加わる。2005年に1月、LP、CD Dreams of Yes デでが典型的なバウムシタモのスタイルとして新しい歌と共にリリースされる。また、2004年から2006年の8月までボーカル、 フルート、ドラマーとして、アンナ・ワイ・ガンドも、楽曲生産に携わる。最近の2年は、バオム・シュタムの歴史への関係を失わせることなく、新曲に、アデが新しい風を吹き込んでいる。コンサートは、ボフムのアミンジャー・サマータイムやリフ、また、ビッテンのワークスタットなどで開催されている。70年代のロックバンドの先駆けとして、ロック音楽の友人に、 バオムシタムのライブを聴く機会を与えた。現在も精力的にコンサートを行って活動を続けている。ありがとうございます。